どうも高井です。経営者には人件費は固定費、利益無関係。2023年企業の人件費がピークを迎え経営を苦しめる。労働人口が5年で約300万人も減る一方、団塊ジュニア世代が高賃金をもらう50代に突入。社会全体が機能不全に陥る。注文は殺到しているのに人手不足だから断ざるを得ないんだ。会社経営者からこんな嘆きの声を聞くことが多くなったっていうんですけど、これしゃあないよね。人手不足になるっていうのはしゃあないわ。何せ活気がなくなって消費落ち込むっていう時にの一番初めのスタートラインにいるんだからさ。だから今後もどんどん企業のサービスのレベル落ちていくと思うよ。別に団塊ジュニア世代だけに限った話じゃなくて、今バイトで補っているっていう企業、サービス業特に多いと思うんだけど、学生の若くて安い労働賃金で賄えるバイトを多く雇ったところでって思うかもしれないんだけど、すごい重要じゃん。今サービス業のほとんど、衣服もそうだし飲食店もそうなんだけど、まあどんどん高齢者増えていってるし、若者の数はどんどん減っていってるし、この状況で若者、特にバイト生を雇うってどれぐらい厳しいかってことだよ。どんどん減っていってんだよ。で、彼らは就職するたびにそこを辞めていく、もしくは自分の都合上もう今ここで働けないと思ったら辞めていくわけだよ。どの道人手不足になるんだよね。これ分かってたことじゃんって。だからこれから消費者として生活する人っていうのは、社会がどんどん不便になることを受け入れた上で生活してなきゃいけないんだよ。そういう意味でもこういう本読んでね、考えてみると、もしかしたら今の自分自身の過ちもそうだし、未来についても考えることができるので、読んでみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。